2010年9月、日産 GT-R 開発プロジェクトチームはニュルブルクリンク実験に送り込む2011年モデルスペックの絞り込みに追われていた。デビューから3年、開発プロジェクトはこれを大きな節目と捉え、より強靭な GT-R ワールドという世界観の構築を目指す。いざニュルブルクリンクへ。まず GT-R がなぜ毎年ニュルでタイム計測するか、07年、08年、09年、10年、それぞれの年の車のニュルの鈴木敏夫の調整の開発性能はこのレベルですよ、それに合わせて神山や松本も VDC から実用性から全てパッケージングして開発してますよ、この基準を教えするためにタイム計測してるし、欧州のね、いろんなメーカーが実際には200台とか50台しか売らない車でうちは何秒だと、で、はるかに遠い世界でね、その6000台も5000台も売る車がそんなタイムで走りもしないのに何秒だ何秒だってこうまくし立ってる、本当に自動車会社としてお客様のために何作ってんだって、僕は一エンジニアとして残念に思うし、まあそうは言っても僕は本当に一番安い一番売れてる車できちんとお客様のために今年の GT-R のできた性能を分かってもらうためのタイム計測してます。ですから絶対クラブトラックエディションやスペック V でタイム計測というのはやらないし、やって本当に売る車とタイム計測した車と全然違うものを言ってんのに、イメージを持ってお客様がそれを使われてしまうというようなそういう危険なシチュエーションは決して作っていきたくない。またニュルの使い方、ニュルのノルドシュラウフの使い方を我々日本人が本当にやっぱり見せていきたいな、 GT-R って車通してって思ってます。3年後に僕が求めたかったのは1台の車をただ単に売ってどうのこうのじゃなくて、1台の車を核としてマルチパフォーマンスっていう世界中のどこにもない車のパフォーマンスが核になって GT-R って車がある、それがより走りの感動、もう一つスーパーカーってやっぱり作る感動、それからユーザーと自動車メーカーが持つバージョンアップキットにあるようなね、売った後もどうホスピタリティおもてなししていくか、それから開発することがユーザーの毎日の楽しみにどう変わるか、こういうむしろ車を核としてユーザーが心の中に描くやっぱり感動だったり楽しみだったり思い、むしろこういう世界を作りたいっていうのがワールドオブ GT-R、 3年後に目指した姿だし、それがこのマイナーチェンジからいよいよ本格的にスタートするということです。タイム計測を開始する。
イムだけじゃなくて車の仕上がりとしては十分満足にいく仕上がりになってますんで、生産仕様としてはこれで5をかけます。まあ、今日24秒22っていうタイムが出たんですが、内心正直言うと車の実力としては私は1秒半ぐらいは速いのが本当の実力かなと思ってますし、マイナーとして狙ってた商品のレベルっていうのは十分にいくことが確信できましたんで、この仕様でマイナーチェンジ11年モデルイヤーはスタートしたいと思ってます。デビューから3年、ついに世界のスーパースポーツ市場に本格参入。日本が生んだ真実のパフォーマンスとホスピタリティはそこで新たな価値観を築くだろう。 GTR の進化は終わらない。